はい、おはようございます。糸島の旬を伝えるババチャンネルです。今日も番外編です。美味しい魚を求めていろんな全国各地に行ってるんですけど、面白い社長を見つけて、平戸の人なんですけど、僕と同じように平戸で上がる、美味しい魚を加工してる社長さんなんですね。まあ、ちょっとうちのスタッフの富岡を呼びます。こんにちは、売店スタッフの富岡です。よろしくお願いします。お願いします初めてです。顎、長崎糸島でも取れるんですけど、トビウオね、焼き顎と、顎の干し物か、塩干し、これもすっげー美味しかったですね。ものすごく美味しいです。これはあのお雑煮の出汁とか、そしてなんと、平戸から、社長が来られましたんで、ちょっと紹介したいと思います。どうも皆様こんにちは。長崎県平戸市で水産加工やってます、水広丸株式会社の坂野と申します。私がこれ発注したんですよ。発注したらなんと持ってくるというね。いやー、それは社長にいつも持ってくる。社長に会いに来るんですよこれ。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ実際食べてみて、ちょっと評価を伝えたいなと。そうですね、美味しさを伝えていくこと、私と富岡と2人ちょっと一緒に美味しさを伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず顎、これは塩顎で焼いて食べる方で、じゃあまず塩顎から。はい、焼き上がりました。ありがとうございました。じゃあ食べ方を教えてください。そうですね、でまず頭を取ります。頭を取る。熱い、熱いですよ。あ、いいね。で次この、羽を取ります。羽取りましょう。ちょっとこう、ついたのこう、ああ、こう、こうしながら、あ、うまっ、うまっ、これうまい、あんまい、塩加減いい。で、反対側の、反対側も、はい、はい、取りました。次、この下の、これですね、これも取りましょう。あ、これ取りましょう。ほら、これこれ。で、このやつをこう、いいですか。で、これでこのままいっちゃっていいんですか。いや、この下だけ、この上のお腹の部分を食べる、食べます。うまい、うまいね。おいしい。これなんですよ、顎って。うーん、癖があるでしょ。確かに、ちょっと癖はあるんですけど、なんだ、なんかうまみ、なんか本当おいしいですね。で、次ここですね。ここ、ここ、こうあるんですよ。で、ここの硬い真ん中の骨を取るってことですね。そうですね。顎って美味しいんだ。美味しいっすよ。これ、もうこれかぶりついてもいいでしょうか。あ、もういいっすよ。美味しいですね。最高。ちょっとごめんなさい、これ焼き顎だ。焼き顎ですね。こう出汁を、こだわりを。これも同じ原料でしょ、もちろん。はい、同じ原料で、はい、これも本当無添加で何も、で炭火焼きしてるんですよ、備長炭。おお、それポイントだ。そこが美味しいです。顎出汁鍋とかですね、鍋、今からの時期はですね。お鍋のお出汁に。なるほど。でもそこまで面倒くさいことするかな。面倒くさいでしょ。そういう時は、出汁パックがあるんですよ。あ、そういう時のためにですね。そう、これは本当、もう本当。だからそういう俺みたいな人間のために作ったのがこれだ。忙しい主婦のために。忙しい主婦のために。そうですね、主婦のために。ちょっと出汁取ってみましょうか。出汁を飲んでみたい。飲んでみたい。飲んでみたい。ありがとうございます。すごいいい色で上がりましたね。いや、素晴らしいですね。飲みましょう。いただきます。どうぞ。いただきます。濃厚でしょ。濃厚、ほんとなんかいつも飲んでるいりこだしとはやっぱりなんかちょっと違いますね。こう、そうですね、苦みがちょっとない、っていう感じがしますけど、確かに、苦味ないね。ないですね。なんかちょっとこう、やっぱ炭火ですかね、なんか
香りがちょっと、この炭火で焼いたっていうのがポイントかもね。いや、そうですね。香りが本当にいいですね。これ味噌汁にしたらどうなるんだろうとかね、茶碗蒸しにしたらどうなるんだろう。茶碗蒸しとかも本当、いや本当おすすめです。茶碗蒸し最高かもしれない。うまいわ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に平戸のアゴ美味しかったです。また、番外編もね、これからも挟みながら、美味しいものを伝えていきたいと思います。それでは来週も糸島の旬をお楽しみに。ババコジでした。ありがとうございます。